スタートしましたさあ先行争いですダッシュを聞かせてスカイのシアトル最内から出を伺いますが外からすっとマックブライト出ていくようですその後は固まっていますシアトルスワン成田ヘリオスチトセサクセス最内からはススクランブルその後後方から2投目にミッキーゴングですその後は2,3バシン間が開きました8番キシミラクルが最高峰を進んでいます先頭から最高峰までは7,8バシン各馬が1コーナーカーブし終えてこれから2コーナーへと入っていきます マック・ブライトがペースを握りました1馬身のリード成田ヘリオス2番手の位置ですスカイのシアトルは3番手外首差で2番のスリースクランブルが追走間をつくようにシアトルスワンが行っていますその後は34馬身間が開きました3番の千歳サクセスその後に4番ミッキー・ゴング最後方進むのがヒシ・ミラクルという体勢です少し馬群がばらけてきました先頭から最後方まではやや10馬身ぐらいでしょうかバックストレッチ中ほど マック・ブライトがペースを握っています、1馬身半のリード、そして単独2番手、残り 1000m 通過して成田・ヘリオスです、3番手、内半馬身差、スカイのシアトル、外半馬身差、スリースクランブル、3馬身間が開きました、6番のシアトル・スワンです、その後ですが、千歳サクセス、ミッキー・ゴング、最高峰から8番、シミラクルがミッキー・ゴングをかわしていこうというところです各ココーナーカーーーナナカブし終えてコーナー中間です。 マックブライトのペースリードは半馬身から首そして2番手、成田ヘリオス詰めていきましたさらに外からはスリースクランブルも差を詰めて先団3頭、眼光状態で4コーナーですその後は2、3馬身開いてスカイのシアトル、チトセサクセスあとは2、3馬身間が開きましたシアトルスワンに下追走しております第4コーナーカーブから直線コースへ向かったところでマックブライト先頭ですマックブライト先頭ですが外から懸命に成田ヘリオスが並んで今度はかわそうというところマックブライト、成田ヘリオスこの2頭を乗り比べさらに外からはチトセサクセスが懸命にぐんぐん追い込んでさ 前に並んでくる今度は成田ヘリオスと千歳サクセスだが千歳サクセスが一気にかわした成田ヘリオスが2番手の位置3番手にスカイノシアトル上がってくるか先頭は千歳サクセスで今5輪千歳サクセスですそして成田ヘリオスは2着